どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、これを紹介しようと思うんですけど、いや来たなこれ。フェイユーテック、ジンバルといえばフェイユーテックのフェイユーテックがフェイユーポケットジンバルカメラ出してきました。ホズモポケットみたいなね。ということで早速ちょっと今日はね、これをレビューしていこうと思うんですけども、まあジンバルメーカーなので、まあジンバルは非常にいいはず。あとはカメラ部分ですよね、画角とかね。うん、ちょっとかっこいい箱ですね。高級感あるな。さあ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 、どんなのだい、どんなのだい。これちょっと興味津々ですよ。これね、コスパ良かったらいいんだけど、でね。こんにちは。さあ説明書が入ってます。はい、ズバシッ、うー来た。うわーうわー、なんか見たことある感じ。いやもう包み隠さず正直にいきましょう。なんか、うん、もうそっくりですね。丸パクリだなこれ。大相撲、あ、大相撲って言っちゃった。本相撲丸パクリな感じでございます。この入れ物ね、中は肝仕上げで、こういう樹脂のね、こうパッチンって止めるところまで丸パクリ、まあ、丸パクリでいいんですよ。丸パクリでいいんですよ。よけりゃいいんですよ。はい、いいところは真似しないとね。お、もうストラップとタイプ C のケーブルが入ってます。巾着付きね。さあでは本体ですよ。あーあー、どうやって飛んだこれ。はい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 。あ、本体はね、本体はなかなかコンパクト。はい、ちなみにオズモポケットで、これがフェイユーポケット。おー、なるほどなるほどなるほど。あ、ちょっとこれ今ちょっとオプションついてますね。まあ、オズモポケットっていうのはここに今みたいなコントローラーつけたり、あとは iPhone とかね、スマホにつなげるためのアタッチメントがあったりして、まあすぐつながるもので便利なんですけど、まあここの画面が小さかったり画角が狭かったりっていうね、そういうカメラですね。うん、でフェイユーポケット、同じようなところにマイクロ SD カードを入れる場所があって、これはね、充電口横なんですね。で、裏は三脚穴がついてます。えらい、これだよ。こう、オズモはね、三脚つけらんないんで、いろいろアタッチメントが必要になるんですよね。うん、そういうところが不便だった。はい、で、これはまあ三脚穴ついてて、ここにストラップもつけられると。で、電源ボタンは横にあるんだ。あ、こっちは録画とメニューボタンか。うん、じゃあ早速ちょっと電源入れてみましょう。今から入れてみましょうか。長押しかな。お、来た。おおい、画面きれい。まあ大きさは同じような、まあほぼ一緒って考えて良さそうですね。まず、タッチパネルですね。このようにスライドして、すごくすごく反応いいです。めっちゃ反応いいじゃん。まあ、ビデオにして、で今 1080p の16対9の60コマになってますね。あ、 4K いけんじゃん。4K の60コマいけるじゃん、これすごくね。上下からね、こうやってメニューをめくることができます。これはいいですね。で、センタリングだったりとか、こう自撮りモードだったりとか、フォローモードだったりとか、そういうのもまあホズモポケットそっくりに作られてますね。こっちから行くと SD カードのデータを参照するとか。いや、反応めっちゃいいわ。うん、ただね、ちょっと液晶の輝度がちょっと低いかなっていう気はします。なんか画面の表示までなんかいろんなところでね、意識してるというかね、オマージュなんですかね。似てます、ホズモポケットに似てます。はい、ジンバルというかね、ここを動かすときは、あ、やっぱりそうだ、このね、画面の右側に薄くね、点々点っていう四角が見えると思うんですけど、そこを触ることで、うん、ジンバル動かせますね。では、ちょっとね、まあ今部屋の中なんで、これから外持ってって、まあオズモと比べながら画角がどうだとか画質がどうだとか、あとはもうジンバル部分ですよね。ジンバル部分の性能がどんな感じなのかっていうのをちょっとね、試してみようと思います。さあでは早速、電源を入れてみましょう。さあ今映してるのはオズモポケット。はい、ではこっからフェイユーポケットです。ちょっと比べてみましょうか。
画角はちょっと広いな。はい、パン。うん。画質はどんなもんかな。じゃあちょっと歩いてみましょうか。今2つを固定して持って歩いています。ちょっと下がデコボコしてるんで、ちょっとブレやすい状況ではあります。ちなみにここは南湖公園、日本最古の公園らしいです。さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、正直ちょっとね、画質はまあ大相撲に劣ります。まあそれはしょうがないと思うんですよね。ただしコスパはすごくいいんじゃないかと。あとは手ブレ補正に関しても、これチルと追従するしないによってもまたちょっと変わってくるとは思うんですけど、まあ総合的に非常にコスパ高いんじゃないでしょうか。さあ、改造感とかはどうですかね。さあ、では今度は車の中にやってまいりました。車の中でね、ジンバル撮影って実はあんまり向いてなくて、ちょっとこう縦揺れがねどうしても出ちゃうものなんですけど、いかがでしょうか。ということで今回はフェイユテックでした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。